三浦義純は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将、鎌倉幕府の御家人、官務兵士の流れを組む三浦氏の一族で、三浦助、義明の次男、13人の合議制の一人、相模国三浦郡安倍里の出身、具体的な時期は不明ながら、数佐爪爪の果敢によって元服し、義住と名乗ったとされる。 平治元年の平治の乱では、源義平に従うが、平家法に敗れて、京都から郷里に落ち延びる。長官二年、兄、杉本義宗が亡くなり、それによって、三浦氏の家督を継ぐ。自称四年、源頼朝が、石橋山の戦いで挙兵した際には悪天候のため参戦、できず、引き返す途中で、平家法の畠山重忠との間で、 絹が佐城が戦となり、父、義明を討ち死にさせてしまう結果となったが、その後暴走半島へ渡ってきた、頼朝軍と合流し、後に、頼朝に帰服した、茂田らと共に、鎌倉に入る。この頃、平家側についていた妻の父である、伊藤助鹿が捕らえられ、その身を預かることとなり、吉住は頼朝に助鹿のことを許させるが、助鹿は、 自分の娘と頼朝の間にできた子を殺したことを恥じて自害してしまう。吉住は、千葉津根種、かず広常、土井佐根ら,らと共に頼朝の宿老となり、その後も、市の谷の戦いや壇の裏の戦い、欧州合戦に参戦して、武功を挙げる。研究元年に頼朝が上落した際、右この枝小廃画の藤侍七人のうちに、選ばれて三院の具部,部をした。 さらに、これまでの勲功として、頼朝に御家人十人の成功推挙が与えられたとき、その一人に入ったが、この吉村に賞を譲っている。正治元年、頼朝が死去した後には二大将軍、源、頼家を補佐する十三人の合議制の一人となる。翌年、梶原景時の変で、梶原景時の鎌倉追放に加担し、梶原一族が撃たれた三日後に病没。 去年74。元服にあたっては、それまでの同盟が廃されて、加官役を務めるエボシ親からかなと実名が与えられるが、その際にその実名の一時の付与がなされることが多く、常住と吉住に共通する、清の字がそれにあたることがわかる。他の6名は、千葉種忠、工藤助爪、足立縁元、後藤本清、笠井清重、八田知恵。 ありがとうございます。